プライバシー、プライバシーバイデザインプライバシーバイデザインは、エンジニアリングプロセス全体にわたって、プライバシーを考慮する、システムエンジニアリングのアプローチである。プライバシー権とは、一般人ならば、公開を望まない、私生活上の事実もしくは個人に関する情報の事故、情報コントロール権と言える。前者を古典的プライバシー権、後者を、現代的プライバシー権と呼ぶ。 高度情報化社会の進展に伴い、個人情報が大量に収集、蓄積されるようになり、個人情報保護を課題とする、プライバシー問題が、顕在化した。プライバシーバイデザインは、カナダ・オンタリオ州情報プライバシーコミッショナーのアンケーブ・キアン博士が1990年代に提唱したものである。PBD とは、 プライバシー侵害のリスクを低減するためにシステムの開発においてプロアクティブにプライバシー対策を考慮し企画から保守段階までのシステムライフサイクルで一貫した取り組みを行うことである。日本語訳としては計画的なプライバシー対策と言える。設計思想や様々な情報通信技術の使用にプライバシー対策を埋め込むアプローチを指し 情報処理技術やシステムの設計、運用、管理に公正な情報処理フェアインフォメーションプラクティスの原理を構築することによって達成することができる。また、PBD の実施には、プライバシー強化技術を適用して、システム設計を行う。PET とは、個人情報の不正な収集、利用及び開示を防ぎ、個人情報を個人が管理することができるようにし、 情報システムの個人のプライバシーの保護を強化する情報通信技術のことである。なお、PBD の考え方にのっとり企画、設計の段階で適正性を評価するための支援手法にプライバシー影響評価がある。PBD の起源は、アンケーブキアン博士により、1990年代の半ば IPC の官庁出版物、 プライバシープロテクションメイクス、グッドビジネスセンスプライバシー、プライバシー保護が作る良いビジネス意識とプライバシーにおいて、電子商取引で組織による個人情報の収集、利用、開示を個人のプライバシーの利益と権利に適正に対処すべきであると公表したことより始まる。1995年にプライバシー強化技術のボリューム2に設計者が どのように設計過程の種々のフェーズの間にユーザーのプライバシーを考慮できるかを発表し設計段階でプライバシー問題を早期に認識することが開発と導入段階でも好ましいとの考えを示した。また1995年のオランダデータ保護局発行の論文でプライバシー強化技術を作り認証の技術とシステムに プライバシーの組み込みのアプローチを発表した。さらに、1997年の論文でプライバシー評価をし、アプリケーションにプライバシーを構築するためのフレームワークを発表した。1998年から1999年に、プライバシーの脅威をプライバシー保護に転換するソフトウェアのプライバシー設計基準を オランダレジストリー・ケーマーと共同発表した。その後、1999年から2001年まで、米国司法省司法計画部と共同で、プライバシーバイデザインプロジェクトを実施した。その結果として、2000年に統合司法制度のための、プライバシー設計の原則を発表し、PBD の考え方を確立した。プライバシーバイデザインのコンセプト図に、 PBD のコンセプトを示す。PBD は、情報技術だけでなく、組織や社会基盤も適用対象としている。PBD の実施は、適用対象に7原則を適用し、また、アプリケーションに PET を適用し、プライバシー対策を組み込み、組織のプライバシーリスクの対策を行うことである。PBD の基本は、 フィップスの原則にのっとりシステムを構築することである。フィップスの原則を次に示す。通知、個人情報を収集する者は、事前に、情報の取り扱いについて、個人情報の所有者である当事者に開示する。選択、個人情報を収集する場合は、その使用方法について、当事者に選択権を与える。アクセス、収集した、個人情報を、 当事者が参照及び訂正することが可能とする。セキュリティ、情報の不正利用に対して妥当な対策をとる。フィプスの原則は OECD ガイドラインの基礎となり、米国プライバシー法や EU データ保護指令にも採用されている。従来、社会の安全性を確保するには、セキュリティを強化し、ある程度のプライバシーの侵害は仕方がないという考え方が多いが、 PBD では、セキュリティとプライバシーの両方の安全性を成立させるポジティブサムを原則としている。ポジティブサムの視点では、セキュリティ対策とプライバシー保護を両立させるウィン、ウィンの関係が可能であり、プライバシーに配慮した効果的なセキュリティソリューションが成り立つ。つまり、ポジティブサムとは、システム構築に際して、プロアクティブにビジネスプロセスに、 プライバシー対策とセキュリティ対策を両立し実装することである。PBD の実現には図に示すプライバシーバイデザインの7つの基本原則が重要である。プライバシーバイデザインの7つの基本原則 PBD の実施プロセスは以下の6つのプロセスより構成される。プライバシーバイデザインの実施プロセス図に PBD 実施プロセスをもとに作成を示す。 PBD を適用することは PBD の原則にのっとり計画的なプライバシー対策を具体的に実現する PET 技術を用いて情報技術、組織、社会基盤にプライバシー対策を組み込むことである。PET の適用によりプライバシー対策とセキュリティ対策の両方を達成することができシステムの信頼性とユーザーの安心感を高めることができる。 以下参考文献に掲載されていた事例を参考に紹介する。市民の防犯意識の向上により CCTV 監視カメラは多くの場所で設置されるようになった。撮影したデジタルデータは離れた監視センターのデータベースにて一元管理され、表示、保存、作印付け等の処理ができる。CCTV 監視カメラは犯罪の検知や 問題発生時の証拠確保等が可能である。しかし、これらの撮影データは、Web アプリケーション上に存在するものもあり、誰もが見ることができ、第三者による監視やプライバシー侵害の問題が発生する。また、撮影画像の第三者による二次的利用のプライバシー侵害を、どのように対策するのか、ご操作による情報漏えいに対する安全性確保を、 どのように対策するのか等の懸念が残る。プライバシーを考慮した防犯カメラの方式として、一般的に次の二つの方式がある。上記の方式は両方とも、プライバシーとセキュリティを総括的に考慮する、PBD の考えに基づいていないため、一見プライバシーの対策を行っていることを強調するあまり、セキュリティとのバランスが適正に取れていないと言える。 カナダのトロント市では公共機関に数千台のビデオ監視カメラを設置する際にプライバシーの懸念に対し PBD を適用して効果的なプライバシー保護を実践した。そこでは公共機関の利用者を特定する必要がない場合には撮影画像を暗号化かつ非表示としプライバシー性を向上させる方法を採用している。 個人情報に暗号化技術を利用し管理者が秘密鍵で暗号化された画像を複合して元の撮影画像を表示できる。このため犯罪捜査等において個人を特定する場合は公共機関の利用者が写った画像を死に表示できる。PET によるプライバシー対策ソリューションにより個別の対象のみの暗号化が可能である。この技術は 画像の利用において柔軟性が高く、撮影画像全体を暗号化する従来技術より効果的である。また、画像の管理者には見ることを許可し、一方で個人のプライバシーを保護し、記録できる。例えば、顔を対象オブジェクトとして識別し、抽出データとして効果的に暗号化して保管が可能である。この技術により、 現画像と人物を取り除いた画像から暗号化された画像を抽出する。犯行現場の調査に暗号化された撮影画像を利用する際、警察は識別する対象の内容を複合できる。暗号化は監視カメラの映像取得時に行われるため、画像確認時に識別する対象を見逃すリスクを低減できる。暗号処理 CCTV 画像。 PBD の考え方によりシステム開発を行えば、上記のように管理者や警察関係者による画像確認を容易にし、許可されていないものには必要以上に情報を開示しないというセキュリティ確保とプライバシー保護を両立できる。また、設計時に実装する方式や運用方法に関し PIA の手法を利用することで関係者が納得のいくシステムの開発。 運用が可能となる。ルフィードタグは、マイクロチップと小型無線アンテナで構成される、ものの識別に利用する、バーコードの次世代の技術である。ルフィードタグを製品に添付し、時間と場所の情報とともに製品に関する情報を、マイクロチップに格納し、読み取り、端末に、固有の識別番号と格納情報を送信する。 遠距離から迅速かつ簡単に読み取ることが出る。今では、製品在庫や、サプライチェーンにおける、物流管理のためになくてはならない技術となっている。しかし、ルフィードタグの最大のメリットである、非接触認証という特性は、プライバシー保護という観点からすれば、気づかれないうちに購入した商品あるいは、個人情報を読み取られる可能性があるのでは、ないかという懸念がある。 例えば、ルフィードタグが付いている服を着て、街を歩けば、ブランド、素材、価格等の購入製品情報が周りに分かってしまう。所持品にルフィードタグを付けることで、所持品が紛失した場合は、所在を調べるのに役立つが、監視やプロファイリング、差別に利用される可能性があり、利用者からの信頼、情報の利用用途等に問題がある。また、ルフィードタグの、 情報漏えいや不要な監視の問題の解決方法は提案されているが技術面や使い勝手コスト面において確立されたものは少ない解決方法の一例として単純にデータの削除または販売時点でタグを破棄する方法が挙げられるしかしデメリットとしてタグの返り値によるこれら製品の補充やリコール製品の確認 製品サービス範囲の継続的保障のための情報、廃棄物処理やリサイクル製品を識別する機能等を活用できないというトレードオフの関係がある。その他のプライバシーバイデザイン適用事例カナダのオンタリオ州では運転免許証に市民情報を付加し、米国との入国管理手続きの簡素化に利用している。免許証には 市民情報、OCR 情報、リッドチップが埋め込まれている。ルフィードチップは、米国の国境で、旅行者の処理を容易にするためにルフィードの技術を使用。OCR ゾーンでは、ルフィードチップのバックアップとして利用できる。ルフィードチップのアクセスは、スリーブから、リッドカードを取り出した時のみ許可されることになっている。 これらの方法で許可されていないものに対し情報を開示しないというセキュリティの確保とプライバシー保護を両立している。その他のプライバシーバイデザイン適用事例を表に示す。ありがとうございます。